はい、どうも、ボルです。今日は原崎とおかえり隊、カサブ工業の試合応援に来ました。今から球場に入ります。Thank you.
花咲徳栄が7対0で春日部東高校に勝ちました。花咲徳栄ベスト163回戦進出おめでとうございます。先発の岡山くんも安定してるピッチングでしたね。で、2番手のエースのやっぱこれぞエースってピッチングを見せてくれました上原くんです。打線の方もやっぱミート力がすごいので、あと芯にバットの芯に当たれるようになれば打撃も心の能力は埼玉で一番強いと思うので、徳原がやっぱ一番強いと思いました。7対0で勝ちました。で、次の3回戦も頑張ってください。この動画が良かった皆様、チャンネル登録、高評価、グッドボタンお待ちしてます。次回の動画で会いましょう。チョリース。